秋田豊秋田豊は愛知県名古屋市中村区出身の元サッカー選手、サッカー指導者、実業家、現役時代のポジションは DF、元日本代表、1998年、2002年 W 杯メンバー、小学生時代は野球、中学生時代は夏に野球、冬にサッカーをやっていた、中学生時代にはフォワード、センターバックを経験した。 愛知高校から愛知学院大学に特待生で進学した。1993年に鹿島アントラーズに加入。当初はジーコの推薦で右サイドバックとしてレギュラーに定着し、以降はセンターバックとして活躍。9つのタイトル獲得に貢献した。日本代表にも選出され、1998FIFA ワールドカップアジア予選が始まった段階では、 センターバックの3番手という立場だったため、フォーバックが基本のチームで控えだった。しかしカモカン特がセンターバックを1枚増やした3バックを導入するとスタメンで出場し、対人や空中戦での強さを見せ評価を急上昇させると岡田体制になりフォーバックに移行後もレギュラーに定着。ヘディングで2得点するなど攻撃においてもセットプレーで大きな武器ともなった。 1998FIFA ワールドカップ本大会では、アルゼンチンのバティス・トゥータ、クロアチアのシケルなど相手のエースのマークを任される。トルシエ体制では立ち上げ当初こそ招集されるも、間もなく、構想から外され招集外となるが、本大会メンバーに、まさかのサプライズ選出され、2002FIFA ワールドカップに、出場。トルシエ曰く、試合には出ないがチームをまとめるために、ベテランが、 必要と語っており、実際大会前のテストマッチ1試合の後半途中から出場したのみで、本大会ではフィールドプレイヤーとして唯一出場機会がなかった。代表監督がジーコに代わると立ち上げ当初はレギュラーストッパーとして招集されるが、バックラインの総入れ替えを断行されて以来、呼ばれることはなかった。2003年のリーグ終了後戦力外通告を受け、 名古屋グランパスに移籍。移籍1年目の2004年は、レギュラーとして活躍。以降は、マスカワ・の加入や、年齢もあって、控えに回ることが多くなった。2006年シーズン終了後に、名古屋から戦力外通告を受け、この年、J2 に降格した、京都産が FC へ移籍。出場機会は多くなかったが、リーグ戦3位で進出した J 1、J1、J2、 入れ替え戦ではすでに引退を発表した中で2戦とも、ベンチ入りし、2戦目にはこのまま引き分けなら、昇格という場面で後半ロスタイムに出場し、クラブの J1 への昇格を経験した。シーズン終了後、FC 琉球の総監督に就任した、元日本代表監督、フィリップ・トルシエから、現役復帰のオファーがあったものの、これを誇示。現役引退を表明し、 2008年シーズンにより、京都のトップチームコーチに就任することが決定した。2009年2月1日には、鹿島サッカースタジアムにて、鹿島アントラーズ対ジュビロ岩田を対戦カードとして、引退試合が行われる。同年11月30日には、監督職に必要な S 級イセンスを取得。2010年7月、成績不振により解任された。 加藤久志の公認として、コーチから京都の監督に昇格した。当初は2011年までの1年半契約となっており、チームが J2 に降格しても続投する方針だったが、就任後2勝3分14敗という不審から2011年度の契約更新を撤回され、わずか半年で解任となった。2012年、東京ベルディトップチームのコーチに就任。11月、 東京 V との契約を解除し、FC 町田ゼルビアの監督に就任した。2013年シーズンは前半戦で3位につけるも、天皇杯のシード権を逃し、6月25日に解任された。町田監督退任後の2013年8月23日、ジュビロ岩田がコーチ就任のオファーを出したと一部スポーツ紙で報じられたが、その日のうちに岩田側から完全否定された。 2020年より岩手、グルージャ森岡の監督に就任すると発表された。2015年、本田圭介がプロデュースを行っているソルタイロ、FC ユースとジュニアユースのスーパーアドバイザーに就任。実業家としても活動しており、サンクトジャパンの代表取締役社長として、トレーニング器具の販売を手掛けている。また、e スポーツ関連の活動も行っている。 N 高等学校サッカー部の特別顧問に就任し、2018年、アジア競技大会の e スポーツ競技に日本代表として出場した選手の指導を行い、2018年9月には、元チームメイトの岡山哲也と共に e スポーツの選手育成を行う e スポーツジャパンを発足させ、アジア大会や五輪への出場を目標に選手の指導を行うことを発表した。チーム 1V。 チームにその他の公式戦その他の国際公式戦。ありがとうございます。